さて、最後に羽生くんのお話を読んで僕は寝ていきたいと思います。えー、本日から乗ってストートです。アルキさん。 よろしくお願いします。おはようございます。なんか2日間コメントをしないだけで、羽生さんの情報がたくさん流れてきて追いつかないです。YouTube 見たり、追尾を見たりしていますが、なんか浦島太郎状態、話についていけないえ、情報があまりに多すぎ、順番に追っていけない。とりあえず今日ゆっくりと整理していき、夕方5時からの配信を見ます。うん。いやもう本当なんですよ。うん。 あの本当に昼と夜の部やってますけど、もうその都度情報がありすぎてですね、もう本当にもうすごいことになってますからね。うん、僕もですね、ちょっと結構忘れっぽいんですけども、本当にああ、そういえばあれもあった、これもあったって、これ一つまとめたら本が出来上がりますからね。うん ルコピアクラさん、よろしくお願いいたします。えー、侍ジャパンおめでとうございます。あら、カブさんにご挨拶忘れてしまいました。えー、カブさんこんばんは。やはり初戦は大切。えー、選手の皆さんもそれぞれとても良いパフォーマンスでしたね。明日は、えー、本日はですが、ゆず様の乗っての初日。そしてジャパンにとっては、えー、大切な韓国戦。私はどうすればどうすればどうすればいいのどっちを見れば。うん。えー、ちなみに私は3月12日 センターに入ります、えー、あれもこれも忙しすぎて、えー、幸せな日々です、えー。ただいま夜中の2時ですが、カバンに荷物を詰めています。そして、ノートにスケジュールを変えて美味しそうなご飯屋さんも多いうん。なるほど。私は野球はよくわからなくてサッカーが好きなんですが、えー、wbc はえー、にわかファンえー、にわかファンにあのー、そうですね。 になっています、うん、もうそういった方結構多いですよね。そしてフィギュアスケートとユズくんが大好き。うん、どっち見たらいいですかかぶさん教えて。いや、これはちょっと僕責任持てませんね。うーん。いや、どうしましょうね。WBC も、これは毎年やるわけじゃないですよね。うん。 なので、でも、羽生選手と乗って、ステラータも、えー、まあ、すべての賞っていうのが、まあ、一期一会というか、まあ、一回きりにはなるかなと思うので、いやー、こればかりはちょっとね、でも、あれもこれもやってると、結局、どっちも見れなかった。二刀大の一刀目ね、思えずみたいなことはありますけど、うん、どうしましょうかね。うーん。 うーんどっちが先にやるのかでしょうかね。WBC が先にやるのかなどういう時間的にどうなんでしょうかねうーん。まあ、どっちもアーカイブを見ることはできますが、まあ、僕はまあ、もちろんフィギュアスケートが好きなんで、フィギュアスケートを見るかなうん。えー、まあ、WBC についてはコメントを見て、まあ、やってくくというか、そういう感じですかね。うん。 えー、エミニーさん、よろしくお願いします。カオリン様、早よ治れ。うん。という私も、風邪薬飲んでいます。えー、子供のもらった、なあ。これは、熱は出ていないですが、私はアレルギー体質だから、えー、風邪の後、鼻炎や痰が長引くのが厄介。同じですね。なぜか知りませんが、僕も咳が押した。 あの風って必ずせきるんですがあの結構せきたがですねずっと残るんですよねなぜでしょうかね。うん、で最初は痰なんですけど、まあ、風がなった後にあとに乾いた咳が続くことがあるんですよね。 うんまあ、多分、全速気味だったからっていう可能性もあるんですが、世界選手権出場メンバーのファン、そろそろ気持ちが試合モードになってきましたよね。私、ショーマファンは、耐えて耐えて待って待って3ヶ月、長かったですね。うん、ずっと試合やショーに出続けてきた選手だから、こんなに飽くと本当にどうしていいやら。うん、インスタを始めたり、ナウボイスを再開をしたり、楽しかったのは楽しかったですが、えー、最近はやっぱり試合に向けて追い込みに入ると、えー、家族、ご家族からの 生存確認とい度いろ映像くらいになってきましたね、えー、これさえもお人の寝顔なんて普通はそうそう見れるもんではないと思いますけどもうん。その前にクープとプランタンですね、えー、日本チーム男子は王子の王子による王女のための、えー、試合っていう感じですね うん。幸四郎くんの大年トレーナーもスイスに入られました。え今季最終かなうん。頑張れ。ステファンはここから大忙し。え歓喜の名前がたくさん見れますように。いや、本当ですね。幸四郎くんを見た後すぐに日本に立つ形でしょうかあ、まだそうでもないか。ちょっとまだ時間はありますのでね。うん。かなり大忙しで、宇野選手はステファンとかのあの、なんだっけ、リモートで教えてもらったりあったんでしょうかね。そこら辺もちょっと気にはなりますね。うん。まあ、世界選手権終わった後、まあ、いろんな作戦 がシークルットになっているかと思いますのでまあいろんな後になっていろいろわかってきたりとかねあるのかなと思いますのでそこら辺もちょっと気にしていきますよねうんはいというわけでございますそして森永英子さんよろしくお願いします今日の3時50分から羽生譲る選手の生配信が youtube で見られるんですかなるほど生配信が youtube で見られる え見なりテレビは映らないから嬉しいです。え情報をありがとう。エブリーもここは地元の放送やっていって見られませんえ。全国放送かと思ったけど違うんですね。YouTube が頼りですということを。をなるほどですね。ってことは、乗ってストラートが羽生選手の YouTube で生配信されるっていうことなのかな違います。え、どういうことうん。え レモンみかんさんおはようございます。目が覚めちゃった。夜中にさあさあ雨が降っています。あ、なるほど。花粉がすごかったから助かります。うん。でも暖かかった後の雨なので、この後ちょっと気温が下がっちゃいますかね。で、えー、今日3時10分の5時3午後35分。 えー、3時50分。見上げテレビ、YouTube スタンバイ OK ですよ。忘れずに見たいです。あ、このことかなあ、このことですね。なるほど。うん。ということなんで、そこで見ることができるっていうことなのかなはい。みたいですよ、皆さん。うん。なので、お忘れなくという感じで。はい。ではね、僕はちょっともう寝ていきたいと思います。ありがとうございました。